ニューヨークメトロポリタンズニューヨークメトロポリタンズは1883年から1887年にかけてニューヨークを本拠地としてアメリカガソシエーションに加盟していたプロ野球チーム。1880年にメトロポリタンベースボールクラブとしてニューヨークで結成され、当初はリーグに加盟しない独立系のチームとして活動していた。 他のニューヨークの球団に習って、最初はブルックリンやホーボーンなどで試合をしていたが、同年9月にオーナーのジョンビーデーがマンハッタンにあったポログラウンズでの野球の試合の利用許可を取り付け、以後そこを本拠地とした。マンハッタンに本拠地を構えたことで、チームの興行は成功し、メトロポリタンズは1882年にナショナルリーグとアメリカンアソシエーションの 両リーグから加盟の誘いを受ける。この時オーナーのデイは、密かに両方のリーグに対し加盟の受け入れを打診していた。デイは、その後、ナショナルリーグで同年解散したトロイ・トロージャンズのフランチャイズ権を買い取り、新たなチーム、ゴサムズを設立して、ナショナルリーグに加盟する。メトロポリタンズとゴサムズは、同じポログラウンズを本拠地とすることになり、 当時、ポログラウンズにはダイヤモンドが2面設置され、グラウンドを2つに仕切って試合を行っていた。1883年のリーグ加盟当時のメトロポリタンズの主力投手はトロージャンズから一席したティム・キーフだった。キーフは彼自身が開発したチェンジアップを駆使し、1883年に41勝を挙げる。また、翌1884年には、 一塁手のデイブオールが首位打者と最多打点を記録、ティム・キーフとジャック・リンチがそれぞれ37勝を挙げる活躍をし、この年のリーグ制覇を成し遂げた。同年、メトロポリタンズはこの年初めて開催されたナショナルリーグ優勝チームプロビデンス・グレーズとのポストシーズンゲームに臨んだが3連敗で敗れた。チームは1885年に転機を迎える。 ニューヨークゴサムズとオーナーを掛け持ちしていたデート、マトリーは入場料が高く収益性の良い,いゴサムズの経営に注力し、キーフラをゴサムズに移籍させた。チーム力の低下したメトロポリタンズはこの年を7位の成績で終える。その後球団はカナダ人のビジネスマンだったエラストスワイマンに売却され、ポログラウンズからも去ることになった。1887年に、 メトロポリタンズはフランチャイズが競合していたブルックリンブライドグルームスに買い取られ球団としての歴史を得た。メトロポリタンズの愛称は1962年にニューヨークに新しい球団ができた際、略称のメッツとして受け継がれることになる。球団記録打撃記録投手記録。ありがとうございます。